オルマのリベルソですね。今まで開けるのが怖くて、実は一回も開けたことありませんでした。今回はさすがに、開けて中の機械を見ようと思いまして、開けてみましたけれども、正直、そこそこいい機械が入ったんで、びっくりしました。オルマ社の、3アジャステッドと入ってましたんで、3指セーサーは一応入ってるんですね。機械も、でも、そこそこまともな機械ですよね。文字盤も結構いい味が出てますし。当時のままなんでしょうね。ただこれにはやっぱりパテントとかは入ってないですね。パテント番号とか。訴えられるのが怖かったんでしょうか。パテントは取れないのかもしれませんけど。でも、もうちょっとボロいかと思いましたけど、ボロいはボロいですけど、でもケースとかは、それなりにはできてますよね。多分もう、現存する数がものすごい少ないと思いますけど、ある意味、使い捨てられちゃうような時計ですからね。かえってこういうのが珍しいんですよね。オルマの、リベルソでした。